コンサートということでちょっと歌わせてください。よろしく。君とちゃんと一緒にコーラスしてよろしいでしょうか。長崎は次元もましょうか。長崎は地下門、よそ者を受け入れなかったけれど、佐世保はよそ者のせいか、いつも開放的だった。だから僕は高校の時、米軍基地の女のとも簡単にイングリッシュを手振り身振りで話してた。一休さんの回転焼きと玉屋の裏の松笠焼きはいつもなぜかがっぷり四つで横綱相撲を展開していた。田舎らしい回転焼きが都会的な松笠焼きをなぜかいつか、いつもなぜか大相撲の末に打っちゃっていた。弓張りだけから投げたら SSK の人のうちに当たった。民法犯の半数近くは作業服のまま会社へ行っていた。うちの子が物心ついた頃、うちの父さんは何系ねと聞いた。今は誰も知らないけれど、佐世保中のブランドだった。君と太鼓。長崎は地下門、よそ者を受け入れなかったけれど、佐世保はよそ者のせいか、いつも開放的だった。僕は高校入試の時、親から SSK 養成校を勧められた。懸垂の苦手な僕は仕方なく工業へ行った。空手部の番長のもとで一年は敬礼の練習、隙を見て脱走したが、川の向こうで手下が待っていた。工業と再会はいつも仲が悪くて喧嘩ばかりしてた。それもそのはず、工業には女の子が一人もいなかったので、女の子のいる再会を妬んでいたのだった。ついでに言うが、あの頃は野球部でもないのに丸刈りだった。
それで理由が西子はできたばかりでまた仮校舎実業といえば日野の田んぼをまだ買収の真っ盛り「そしてなぜかほとんどの人が眼鏡をかけていたのだった」「佐世保の男子の憧れは商業東小旧軍でもなくましてや」女子校でもなく西方は北小南だった。それにまばゆいブルースカイのお嬢様学校水和女学院卒業すればその反動からただのナンパのグレースカイ時は次元もよそもんを受け入れなかったけれど佐世保はよそもんのせいか感動的だった。どうもありがとうございました。